小田原ってね、独立系パン屋の聖地って言われてんですよ。宅建士相原と申します。この動画は不動産や小田原の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説するコーナーです。今回は独立系パン屋の聖地小田原とパンの話を話してみようについて解説します。小田原っていろいろな名産品があるんですけど、この近年来小田原注目に実は集めているものがあります。それはパンです。パンって食べるパンね。もちろん小田原というのはもともと箱根という海外の方がまあ居住、そしてまあお泊まりになる町の下という形上、まあ、箱根の下ということなので、パンを非常に昔の段階から作っていたという歴史があります。もちろんですね、箱根のですね、富士屋ホテルココットさんなんかのブドウパンなんかも有名ですし、まあそういうパンの文化っていうのは実は小田原非常に早い段階から普及していたということになるわけですね。そして小田原のパン事情に関して絶対避けては通れないものというのがあんパンです。小田原のあんパンの二大巨頭と言われているのが小田原駅食安通りにあります、まあ旧食安通りね、東通りにあります森屋のパン、そして国道1号線にある柳屋ベーカリーというこの二大巨頭のあんパン、共に薄皮であんがしっしっかり入っているという形の部分のアンパン、これがもう小田原のパン文化自体、まあその庶民化にこう一般化させたという形の大きい意味合い、二巨頭と言っていいと思うんですね。僕は正直言うと守谷のパン派だったんで、守谷のパンに関しては非常に語れるというと実際あるんですけどね。守谷のアンパンのアンというのはですね、普通のアンパンだけどもうぎっしりあんが入っている。これは当然これ二次情報三次情報ですので本当かということは分かりませんけど、まあ、この普通のあん自体にですね、寒天などを入れてですね、非常にかさを増して、まあ、そういう企業努力をして中のあんを非常に多くした結果的にそのあん自体はですね、しつこくなく、まあ、寒天が入ってますんで食べやすくなったという形、そして中もあんもぎっしりという形で評判になったという形、皆様買ってあったかいものも当然食べるし、冷めてもですね、トースターで焼いたりなんかいう形して食べたりすると。で僕は正直言うとあんドーナツ、そしてクリームパン、あとはですね、甘食ですね、この形。まあ甘食の間にクリーム塗ってもらうときにですね、あの昔、あの今の新しい店舗で昔の店舗の時はですね、まあちょっと言葉大変悪いですけど、一個人の意見として言いますけど、エンマ大王さんみたいなですね、店員がいてですね、すいません、ちょっと、いちごジャム塗ってもらえますか、いちごジャムみたいな、ああいう敬遠したときにですね、エンマさんの棒みたいなもんで、パッ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 と渡されるっていうね、ああいうイメージなんか僕なんかの幼少期のときにあるんですけど、その部分であっても、あの甘食に塗ったですね、まあいやバタークリームだったりいちごジャムの味なんかまたまこと美味しいというね、牛乳と一緒に飲んだらあんな最高の食い物ないなっていうのが僕の幼少期のイメージ。まあそういう方々、団塊ジュニアの世代の方、非常に小田原の方多いんじゃないかなと。守谷のパンってアンパンだけじゃないよっていう方は結構いらっしゃると思います。もちろん柳屋のアンパン自体もサイズが僕のイメージは、まあ、守谷ほど大きくないんですけど、薄皮で中があんがぎっしり入っているというイメージがあります。もともとですね、小田原のそのあんパン事情の部分、パンというのは今言った形、箱根の下という形の部分でパンはこうずっと昔から作られていたということを加えて、あの国道1号線中心にしてですね、小田原あんの文化の食べ物非常に多いです。この前もですね、コメントでもらってですね、その論議、初代がいいか2代目がいいかって話になっていた伊勢屋の豆大福、このあんこですね、僕は今の豆大福は非常に好きです。まあ人によると先代が好きだということもコメント見てるといらっしゃるんだなと思いますね。あと岡西のおはぎなんかもそうですけど、小田原って基本的にそういう甘いものって基本的に好きなんですね。国道1号線の裏側に製案所もあるぐらい小田原というのはですね、案に対しては切っても切れない状況、その状況の案と箱根から降りてきたパンというもので案パン文化がこう普及したというのはですね、必然と言えるシチュエーションなんですね。でその後ですね、独立系パン屋自体が非常に小田原もできました。まあ、そのセカンドジェネレーションの間の、まあ、1.5 世代という言い方した方が、まあ、ここをセカンドジェネレーションと言ってサードジェネレーションという言い方するかもしれませんけど、まあ、セカンドジェネレーションの僕は、まあ 機種と言えてもいいのはブランシュ翔平堂さんではないかなと思います。僕はあの緑町駅の近くにあるこのパン屋、僕は正直言うとちくわパンとかですね、まあ、惣菜パンのイメージが幼少期あるんですけど、まあ、ネット情報最近なんかを見るとここはシベリアをかなり推してるみたいですね。シベリア確か売ってた記憶はあるんですけどね、私があんまりシベリア自体をですね、最近まであまり価値として羊羹
って思ってる部分実はあったんですけど、まあそのシベリアというものに関してもかなり推していたのは昌平堂さんのイメージ、これも非常に根強いですよね。これがまあセカンドジェネレーションという形の部分。そしてこの時にはですね、都会から新しいフランチャイズ系のパン屋さんというものが出てきて、まあリトルマーメイドさん自体が小田原の駅前錦通りにお店を出して、新松菜の駅前にもお店を出してという形もありましたが、最近閉店をされたという実情もあります。リトルマーメイドさんもかなり人気があったパン屋さんというイメージですね。まあこれとちょっと遅くなった形でドンクさんとかが小田原が出てきて、またドンクさんのコーンパンなんかがまたぐーっと売り上げ伸ばしていて支えているというシチュエーションになるわけです。さあこのセカンドジェネレーション自体の後にですね、アンパン文化を基づいて小田原のパン屋自体を含めた形でサードジェネレーションといえる形の新しい独立系パン屋さんが小田原にいっぱいできてきました。そしてかなり評判をつかんだお店、これはあくまでも私の主観です、主観ですけど、僕はこの3店舗かなと思っています。一つは鴨宮のブンブンさん、お店自体は飯泉にあるお店、今いろんなところにも出てきてますよね。確か伊東洋華堂さんの1階にもあったような気がします、ブンブンさん。そして国道1号線の神津にあるマカノリ市場さん、そして3店舗がですね、すいませんカタカナで難しいんで僕読みながらにしますけど、ナルダにあるテラスドランドローフさんという、この3店舗というのがかなりパンとして売り出していた、アンパンだけが主軸ではないが、それ以外の個性を持たしたパン屋というのはかなり人気を持ち始めている部分、もちろんこのサードジェネレーション、これ以外のお店という部分に関しても非常に多く、まあいろんなお店があるとは思うんですけど、食べログ含め、そして私のいろいろお話聞いてる上でこの3店舗というのがですね、まあいわゆるモニアのパンと柳屋ベーカリーが作った新しい世代、そしてブラウン昌平堂を広げて、そしてサードパーティーで拡張させたという形のパン屋の、まあ、3巨頭という形で言ってもいいパン屋だと思いますね。それぞれの個性もあるし、アンパンというものの伝統的なものもありながら、いろいろに対して新しいものをやる、いやいや私はクリームパンで勝負を知るよという形の部分の新しい部分で広がってきたという部分ですね。そしてフォースジェネレーションというか、まあサードジェネレーションからまあ拡張しているという形は、よりここが個性派したパン屋というものが出てきたという部分が思っています。まあ一番分かりやすいところで言うと、巡礼街道沿いのお店があり、その後小田原の駅の方にも出てきました、ハレパンという高級食パンの走りになるところですね。小田原その後いろいろな高級食パンというものが出てきたんですが、その小田原の中では走りと言ってもいいパン屋、当然その後まあだんだん東側の方にお店も拡張しているという形の、まあ小田原の高級食パンの走りとなったという形ですね。間違いなければ我々同業者不動産会社さんも少しね手伝っているようなパン屋さんだということを耳にしたことがあります。加えてそれ以外のパンをある程度個性的という形の部分があるなと思います。一つは国道1号線柳屋ベーカリーも含めた駅前周辺のパン屋という部分に関して言うと、米粉を使った形のパン屋さんの米粉というパン屋もあります。これなんかもモーニングショーというですね、朝のテレビ朝日の番組の中も取り上げられたという形の、まあいわゆる通常のパンだけじゃなくて米粉を使ったパンを主軸にしているパン屋さんなんかも出てきています。加えて今の米粉さん本庁なんですが、それよりもう少しこれは箱根より側に行ったところにですね、レロワというパン屋があります。僕は最初食べた時はドイツ風なのかなと思ったら、まあ、フランスとかヨーロッパ系という形の雰囲気になんでしょうね。ここも非常に趣があるパン屋さん、クロワッサン系なんかも含めて非常に趣があるパン屋さん、やはりこのパンの方向性というもの自体も少し振った形にしてあって、その部分のパンの広がり、要するに外側を広げるような形の味わいがあるという部分が非常にあります。なるほど、フランスパンってこういう味なのねということ自体をですね、まあ改めて知る上にもなるレノワさん、なんかフランス語で言う王様たちっていう意味があるみたいですね、このパン屋さん自体。加えてですね、もう一つホタルダ地域のパン屋を2つ挙げたいと思います。一つはですね、春小麦というパン屋さん、これも独立系パン屋さんの紹介なんかになったり、あとは横浜ウォーカーさんの説明なんかにするとよく名前が出てくるパン屋さんですね。こちらもそういう部分に関しては方向性をしっかり持たれていて、小麦もこだわり持ってという形のパン屋さんがあります。そして最後にですね、そのパン屋言うなとお前の下のレベル分かるよって言われるかもしれませんが、春小麦さんと相対する形で八尾政ホタルダ店というお店があります。普通のスーパーです。いや僕は前の会社が八尾政ハウジングだったんでね、それでコピー売ってるわけじゃなくてですね、あそこのそのスーパー八尾政に1階にあるパン屋さん、インストアベーカリーって言うんでしょうか、なんかね名前があったんですけど、ちょっと私ねうっかりして名前忘れちゃったんですけどね、あのパン屋ばかりできねえなと思ってます。もう豆パンみたいなパンなんかもですね、当然そのお店でもう私が
子供の頃からあるパン屋なんですけど、小学校ぐらいからあるパン屋なんですけど、スーパーが作ってるパン屋、今最近はヨーカドーさんだったりとかマックスバリューさんなんかも、まあ、中でパン作ったりしてますけどね、レベルが高いんですよね。って思う感じです。だから小田原って要するにパンのクオリティレベルっていうのが食べてる人自体が非常に多いですから、ちょっと余談で話をするとですね、小田原って結構高齢化している町なんで、高齢化するとご飯食べると思ったら実は大間違いだよって話があるんですね。でそれがですね、2分だけ寄り道する話をするとですね、昔ニュースステーションという番組を出ていた久米宏という人自体がですね、ラジオの番組で言っていたことがあります。70過ぎた自分がですね、いわゆる桃太郎の世界のおじいちゃんおばあちゃんと同じ年になっちゃったっていうんですね。桃太郎のおじいちゃんおばあちゃんスタートの時にですね、まずおじいちゃん芝刈りに来て、あれ焚き木ですね、焚き木拾いに行って、お母さんは川へ洗濯に行って形に行く世代になっちゃった。でも我が家の家を見るとですね、おいトースターにあるパン焼いてくれよ、あのよパンは安くてもいいからよ、バターはピチッとしたもん高いやつ塗って、あれが一番うまいよなって話をするっていうんですね。要は高齢者だからご飯を食べるかと思ったらとんだ間違いで、高齢者こそパンを食べるんです。なぜかっていうと、ご飯を炊くよりもパン焼いた方が手軽だからなんですね。しかもおかずを用意しなくて、バターね、久米宏さんじゃないですけど、バター塗ったらそのままご飯が完結するという方たちの気軽さがあるから、高齢者ほどパン食を好むという言い方をしています。70歳代以下の人はですね、学校給食にコッペパンなどのパンが出てきたという世代というこういうこともありまして、パン食というのは高齢化すればするほど進んでいくという実情があるということは、他の動画でホリエモンさんなんかも口にしているぐらいです。だから小田原ってパン食っていうもの自体が非常に根強いんですね。それは小田原の街中のドンキホーテさんの食パンの価格などを見ていただくと非常に分かりやすい、そしてその売れ方を見ていると非常に分かりやすい実情だと思います。だけどそれに関して部分、若い世代なんかに関しては、今言ったサードジェネレーションを含めて新しい美味しいパンを求めているという根底的な考え方があるんだなとは思います。ほとんどタレごとジャーごとで終わってしまいました。お許しいただければと思います。というわけで、この不動産噛み砕き解説シリーズは、小田原のこと、そして不動産のことを妄想も交えて噛み砕いて解説します。ぜひチャンネル登録、いいねボタン、コメントもね入れていただければですね、そのコメントに合わせてこういう形で動画も作っております。皆様の声を動画に反映させていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。宅建士相原雄介でした。